はい、こんにちは。ドラマの鈴木宏りです。今回はですね、強弱の付け方、アクセントの付け方についての動画になります。えー、誰もが 通る悩みの道だと思いますが、先に結論を言うとですね、みんな大きい音を叩くときは強く叩く、小さい音を叩くときは弱く叩くっていう勘違いをしているんですが、えー、大きい音を出すときは高く上げます。で、小さい音を出すときは低く上げます。これだけの差なんですね。え強さは変わんないです。っていうことを、えー、今からなんでそうなのかっていうのと、実際どう練習したらいいかを、えー、説明していきたいと思います。 まずね、えー、僕のところに来る生徒さんで、まあ、やっぱり一番多い質問の一つですかね、えー、強弱がうまくつけられない、強弱がついている風に聞こえないと周りから言われてしまうっていうね、悩みが多いんですけど、えー、大体そういう人を見るとですね、えー、まあ、ほとんどの場合はですね、小さい音が小さく叩けていないから強弱がつけ入れていないっていう感じです。ドラムって音が大きい楽器ですけど、その、 一番大きい音を叩くのって、まあ知れてるんですよ。大きい音っていうのが。このもうもう力いっぱいね、あの、スティックを高く振り上げて、大きい音で叩強く叩けば大きい音が出るんで、まあ知れてるんですよね。じゃあ強弱がうまくつけれるドラマって、なんかきすごいムキムキなのか、筋肉量がすごいのか、体がね、すごいがっしりしてるのかっていう力が違うのかって話になると、そういうわけでもないですよね。 キャシャなドラマとか、まあ、筋肉量の少なそうな、ね、ドラマたちとかでも全然そのすごいダイナミックにプレイしてたりとか、ね、しますよね上手な人いっぱいいますよねはいじゃあムキムキじゃないならなんでアクセントは強く出せるんだっていうと、えー、小さいとこがちゃんとちっちゃいんですよでこの差がつけれるっていうでですねみんな大体陥りがちな症状が一回やってみますね例えば っていうフレーズがあるとします。こうやるときにみんなが大体陥っているのが、という感じですね。多分、ま、あいろんな憧れのドラマ、憧れのドラマって大体大きい会場で叩いてるじゃないですか。そうすると、ま、あ演出っていうのもありますし、僕ね、バークリーの時言われた言葉ですごい印象的だったのが、テリリン・キャリントンっていう素晴らしい あの女性ドラマがいるんですけどが言ってたのがミュージシャンは、えー、演奏者でもあると同時にアクターでもあると俳優でもあるんだっていうことを言ってて <laughs> なるほどっていう、まあね、確かにその通りだなってすごい思ってまあね そのまあ、いろんな要素がありまして熱が入っているとかそういう演出をしているとか振りが大きいドラマーに憧れて振りが大きく叩いてくる生徒さんがたくさんいるんですけどそれはドラムを叩く要素の一つであって、えー、それが必ずしも正解とは限らないっていう感じですで「タカタタカタタンタカタタタン」たかたたかたたを、えー、大きくかっこよく叩こうっていう感じでみんなこうですねスティックを高く振り上げてちゃんと叩いてですね、えー このデフォルトのまま、さらに大き,大きい音を出そうってなると、もう力をね、もっといっぱい入れるしかなくなってくるんですよね。はい。これだと、えっと、全部の音が、だからフォルテ、フォルテシモ、フォルテ、フォルテシモみたいな感じ。でかい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 、超でかいでかいってなっちゃうんでえ、差がつかないからアクセントがついているように聞こえないっていうのがみんな教えている症状です。 これを直すためには逆転の発想と言えるかもしれないですけど、まず小さく叩く練習をします。で、ドラムで小さい音を出しましょうっていう時ね、叩き方が変わるのかっていうと変わんないんですよ。どういうことかっていうと、スティックを振る速度、このシュンっていうのは常に素早いです。大きい音を叩く時もシュン。小さい音を叩く時は、この距離を狭めてシュンってこう、スッスッって感じです。 なので、えー、さっきの「タカタタカタタン」だとこれがだから振りが大きくなっても、えー、このバランスの大きくなるって感じですねわかります大きいとこはこう高く振り上げていて小さいところは ま、この、このくらいで叩いてるっていうね。この高低差がある。で、小さい音を練習するときに、これも間違えちゃいがちなんですけど、落ちるのが、小さい音は優しく叩くって、うこう、こうね、やっちゃうんですよね、こうやって。じゃなくて、基本的に叩き方はずっと一緒です。なんで、大きい音を出すときに、あの、いろんな楽器を弾く上で、あの、例えば、こう、息をいっぱい吹くとかね、<laughs> 大きい音を出すときに、大きい動きで弦を、 この弓をね、この動かすとかね、その楽器によって特性が違いますけど、ドラムの場合は、大きい音は強く叩く、小さい音は弱く叩くではなくて、えー、叩き方はずっと一緒。大きい音は高く振り上げる、小さい音は低く振る。この、ここの、この距離、ここの距離でこのダイナミックスをつけていく。この、フォルテ、フォルテシモ、フォルテ、えっ、ー、と、もっとちっちゃいか、<laughs> 実際は。フォルテシモ、フォルテ、メゾフォルテ、 メゾピアノ、ピアノ、メゾピアノみたいな感じですね。そうそう。このスティックを振る距離でアクセント、えー、音量の差をつけていきます。なんで、みんなのカリスマドラマ、クリス・デイブ大先生がいるじゃないですか。クリス・デイブがインタビューで言ってた言葉を、あの、僕、当時のバーグリーの同級生たちとすごい感動した言葉があったんですが、バラードだとか、例えば小さい音だとか、その一小節に 一回しか叩かない。一音だったりとかは、テンポ的には遅いわけじゃないですか。だかテクニック的には、えっと、簡単なわけですよね。一小節に一回だけするには一回ポンって叩けば、タン、二、三、四。タン、二、三、四って多分練習すれば幼稚園児でも叩けますよね。けど、それを本当の意味で叩けている音で叩くには、えっと、テンポ200で16分音符が叩け、 ないと、その一音は出せないんだよっていうことを言っていて、みんな、おーってなってました。それをさっき言った、その、その一音をですね、この、素早くパンって叩く、この速度が、その本当の意味で素早く叩けるっていうのは、そのテンポ200ぐらいで16分符くらい叩けるぐらいの速さで、もし叩けないのであれば、その本当の意味ですって、この1、1音のこの素早さは出せてないんだよっていうことをね、言っててですね、 えと後にいろいろ調べたんですけど、エルヴィン・ジョーンズとかも同じようなことを言っていたらしいです。っていうね、えー、ありがたい言葉があるんですが、っていうくらいですね、例えば、テンポが遅いものとか、音が小さいものとかでも、基本的にストロークは素早くっていう感じですね。はい。なんで、まずはその練習してみましょう。高く振り上げるときは多分みんなできると思うんですよ。 はい、普段やってる叩き方ですね。じゃあ小さく叩くときに、こうね、おっかなびっくりになって、こう、ゆるくスティック持って、こう、ゆっくりっていう感じじゃなくて、え、普段持ってる持ち方をちゃんと見てみてください。そのまま、その叩き方で、その力加減で、距離だけ短くして叩いてみてください。 これ音ちっちゃくなりましたよねこの。だから逆に言えば、えっと、自分がそのフレンチグリップなのか、アメリカングリップなのか、ジャーマングリップなのか、まあトラディショナルグリップなのか分かりませんが、僕今これアメリカングリップです。えー、このね、軌道がずっと同じっていうことを確認しながらやってみてください。えー、ピアノの時。じゃメゾフォルテの時。じゃフォルテシモの時。 そこの手のこのね、角度と、えー、っすぐ上がってるか、と、この軌道ですね。叩き方が基本的にずっと一緒かなっていうのを確認して、で、これで基礎練してみてください。例えば、メゾフォールてだったら、ですね。えー、これを、 同じように同じストロークで距離だけ短くして、えー、ピアノで同じことたっていってみますはいこれがねできてるかなっていうのを確認してみてくださいっていう感じですかね えっと、ここで一つ触れておきたいのが、僕がね、おすすめしてるグリップっていうのが、やっぱりドラムを習いに行ったりとか、最初の初心者の段階で、このスティックがリバウンドする感じをつかむためにね、習うのって、まあ多くは、ここの親指と人差し指の2本で持って、スティックが自然に跳ね返る練習をしなさいと。それをこのね、えー、残り3本の中指、薬指、小指で操作しなさいみたいな。 これ多分よく習うと思うんですよ。で、これ最初のリバンドを掴む段階でとても重要ですし、えっと、実際の演奏の時にこのスト,ロストロークを使うことももちろんあります。ですが、実際ドラムを叩いていてですね、一番多分よく使うのって、この結構スティックをちゃんと握っちゃって、で、手首を使って叩くっていうことが多分使う機会が多くなると思うんですね。えっと、この点に触れては、 確か、えー、レッスン系動画を始めた時の結構初期のですね、早叩きのコツっていうやつとか、えー、グリップどう思ったらいいのとかですね、ダブルストロークのやつでも触れてるかな。その辺の最初の方の3、4個の動画でそこについてはかなり詳しく触れているはずなので、ぜひまだ見てない方は、えー、見てみてください。えっ、ー、と、ここでね、いちいち言ってるとちょっと膨大な時間がかかっちゃうんで、えー、省略しますが、はい。小さい音を叩く時に、さっき言ったこの、 リバウンドを自然にさせようみたいな、このね、2本で持って、みたいなやり方をすると、えっとね、安定しないんですよ。あとは応用が効かない。えっと、フロアタムとか、跳ね返りにくいわけじゃないですか。ここはやっぱり腕で、腕っていうか、えー、手首で行くことが多いわけですね。とか、まあ、例えば、ハイハットを、このチップでこうね、叩くんじゃなくて、このエッジ。 端んとこね、を叩くこととかあるわけじゃないですか。これ全く跳ね返んないですよね。この時とかに応用できないですよね。はい。そういうね、あの跳ね返りの基礎練でみんながやるストロークが使えない場面ってどうしても出てくるんですよ。ドラムセットに。クラシックのスネアとかだとね、また違うんですけどね。えー、ドラムセットっていろんなとこをいろんな角度で叩くんで、えー、応用できない場面が出てきます。じゃあオールマイティーにするにはどうしたらいいかっていうと、やっぱり手首を使って、 やろううっていうで僕のところに来る生徒さん。初心者から中級上級者まで。みんなできていないのが、えー、手首を使った運動です。えー、みんな指よく使います。跳ね返りめっちゃできます、えー。肘から下ですね。腕。この肘以降を振ってこうやって高く上げる。めっちゃできます。自然に。手首だけを使ってやろうっていうのが、えー、みんなできないんですよ。これね、多分自分で気づいたり言われないとなかなかこう、 やらないっていうかその段階に入らない人が多いんでさっき言った練習をですねピアノで叩く練習っていうやつをぜひ手首でやってみてくださいあの指でこうやってね今これこの指でやってるんですけどこれでやってももちろんいいんですよこういうの使う場面もありますよあるんですけど、えー、このスティックを結構ちゃんと握っちゃって そのフレンチでもね、ジャーマンでもアメリカンでも、えー、握っちゃって手首だけではい手首だけでやる練習してみてください。これね意外とできないんですよ。僕もいま、えっと、だにこれが多分一番自分の中で基礎練の時に確認しますね。ウォームアップしますね、これが。これめっちゃむずいんですよ。で、これが一番使うんですよ、実際。叩いてて。 えー、例えばその16ビートとかでね、えー、スネアでこのいろいろフィルインを入れる時とかにもはいえっとね見えるかなこの指を使ってこういう操作ってあんましてる余裕ないんですよねとかなんて言うんだろうな。 そういう音じゃないんですよね。その音が必要な場面が来ることって意外と実践だと少なかったりするんですよね。でもっと手首、えー、スティック割と持っちゃって、えー、多少こうやって指使ってますよ。 指使ってるんですけど、リバウンドもちゃんとしてるんですけど、えー、割としっかり持っちゃって手首をより使ってやると。 はい、こういう動きの方がよく見ることはありません。ね、えー、ちっちゃく働くとき、意外と指で、こう、慎重にこうやって、パン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 っていうよりかは、こう、手首でこう、ちょっと動かすみたいな、この低くね、みたいなストロークが出てくることが多いと思いますなのでぜ、ぜひ手首で練習してみてください。 はい。ではですね、えー、実際の練習方法なんですけど、僕は中学校の頃から吹奏楽部に入ってて、高校の頃からクラシックのスネアを習ったりしてて、で、まあドラムはもちろんね、ちっちゃい頃からやってたんですけど、それと並行して、ちゃんとクラシックをやろうと思って習ったりして、で、えー、バークリーに行ってからも、基本的にはジャズドラムを、ジャズドラムだったり、その、まあジャズに付随する R&B だったりね、えー、ファンクだったり、フュージョンとかだったりのドラムをやってたんですが、 並行して、えー、ボストンにはボストンシンフォニーというね、交、え、響、ー、楽団があるんですけれども、小澤誠治さんが指揮をしていたので有名ですよね。そこの首席パーカッション奏者の、えー、何だったかな名前忘れちゃったな。やば。なんか年を感じるな。<laughs> えっと、この辺に貼ってあると思います。先生マジでごめん。なんとかフランナガン先生だったと思う。はい。えー、そのね、先生に、えー、クラシックのスネアもう同時に習ってたんですよ。 で結構、まあ、ちゃんとクラシックを通ってきた方なんじゃないかなという自負があるので、ぜひね、効果的な基礎練を、スネアの基礎練をお教えしたいんですが、アクセントの時に最も僕がいいなと思った基礎練はですね、今からやってみますね。 これ1個目です。で、2個目。 メトロノームをかけれない状況なのでメトロノームなしでやってますがこれを1パッポワンツタツタツツツツタツタツタツツっていうふうにやってみてください僕は大体これをメトロノームで80から200まで20段階ずつやってます80100120140160180200で200を目指してやってますこれが一番 効率いいかなと思うんででぜひですねこの大きいところの上げ幅と小さいところの上げ幅が統一されているかこの大きい時は例えばここで小さい時はここだとしてはい大きい時は同じところまで大きくなってるかな小さい時は同じところまでこの低さになってるかなっていうのを確認しながら、えー、右と左も 均等になっているかな音色は一緒かなっていうのを確かめながら、えー、ぜひやってみてください。これがね、一番、まあ、あのその、えっ、ー、と、早くできなくて焦る必要全くないんで、えー、ゆっくりからね、えっ、ー、と、早くやろうと思って、例えば、あんまり綺麗じゃないのに、テンポ100とか120ばっかりから始めるっていう感じじゃなくて、えー、自分が一番綺麗にできるテンポ。例えば、80でもまだ早いんだったら60からとか。 で60だとメトロノームが遅すぎて取れないんだったら倍でかけて120で、えー、8分音符でねメトロノームかけてやるとかねしながらやるとこの早くやることよりもとにかく最初はこの動きを覚えること大きい音の時はこの上げ方小さい音の時はこの上げ方っていうのをね覚えて体で覚えさせるのが一番、えー、最優先すべきことなんじゃないかなって思うのでぜひね練習してみてください ははい今日の動画ここんなところですかねまあ、またそのドラムセットで実際叩くく時にどう応用するかとかみたいなところはちょっとね量が膨大になっちゃうんで、まあ、自分で実際ねこのスネアでできるようになったらセットで使う時にあどういう動きをしたらよりこういいのかなっていうのを確認しながらねやってもらえると。 まあそのスネアとか練習台でさえとりあえずま,あまず初めにできればえ自分で応用できるんじゃないかなと思うので今日はえここまでシェアさせてもらうところでおしまいにしたいと思いますということでえ本編終わり僕ねついにねこのピンマイクを導入したんですよ見えるかなちょっと見えるか分かんないけどここねソニーのねピンマイク導入したんですよどうですか声聞きやすいですか あのまあ、登録者数おかげさまで結構あの増えてきてくれたんで、まあ、ちょっと本腰を入れてやっていこうかなっていうところでとりあえず手始めにピンマイク買いました、まあね、照明とかねできればカメラとかねいろいろ。 買いたいたところでではあるんですがまあ、今、とりあえずそんなにこう最悪ってことはないかなっていうね、ところで。あの、高いカメラとかね、借りたんですよ、友達に。ソニーのえっと ZV-1、ZV-E10 かってやつね。あの、借りたんですけど、なんかね、まあ、僕の設定が悪いのかもしれないんですけど、あのめっちゃ暗くなっちゃうんですよね、この部屋。この部屋ね、実は結構暗いんですよ。でも iPhone が、なんていうんですかね、iPhone ってなんかいい、 カメ、そのソニーのいいカメラとかは、やっぱりすごい、あの、映画みたいに撮れるんですよね。フレッシュレートとか、その、HDR か 4K かとかみたいなのを選べて、そう、やっぱり綺麗に撮れるんですけど、ちゃんと照明やんないと、ちゃんと一対2きれいい、綺麗な絵になんないか、みたいな。で、この iPhone って、すごい、良くも悪くもデジタルな感じなんですよ、絵が。で、この部屋、今結構暗いんですけど、すごいね、なんか明るく、 してくれるんですよね勝手にそれがすごいもうそのガチャッとはめてパッて撮ればあの動画が撮れるんでいいなぁと思ってはいって感じでとりあえずピンマイクだけ投入してみました、まあ、またあの皆さんが見続けてくれて登録者と再生時間が伸び続けて こう収益化につながれば、もうちょっとね、こう、機材に予算をかけていけるのかなとか思ってるんで、ぜひ今後も続けてね、見てくれたら嬉しいと思います。周りでドラムやってる人とか、なんかチャンネル興味ありそうな人いたら、こういう番組あるよってね、紹介してもらえると嬉しいです。あとですね、レッスンってお願いにできるんですかっていう質問たまにされたりするんですけど、あの、もちろんできますレッスンね、全然個人レッスンやってるんで、あの、たまにライブで、 名古屋とか関西方面とかも行くんで、まあ、その他地方もね行ったりするんで、まあ、僕のそのライブスケジュール見て連絡してくれれば全然どこでも予定さえ合えばやると思いますあの東京内もね基本的に最近はいろいろですけどまあまあ全然フットワーク軽い方なんでいい感じのところに都内で集合して。 ススタジオを借りてレッスンできるかなという感じですあと、リモートも一応できる環境ではあるので、まあちょっと東京から遠い人とかでね、リモートレッスンに興味ある方は連絡くれればと思います。あの、実は概要欄に貼ってるんですよ、メールアドレス。レッスンとか依頼ある方はこちらへみたいな。その子のメールアドレスに、レッスン希望ですってメールしてくれれば、基本的にお答えするんで、ちょっとね、質問とかはそっちに送られても、ちょっと返すのは手間なんで、基本的な YouTube のコメント欄、 までにしてほしいんですけど、えー、質問になる方はコメント欄、レッスン希望の方は、えー、メールアドレスで直接メールしてくれればなっていう感じに思っております。ので、ぜひね、まあその、今 YouTube にもう何でも検索すればどんなトピックでも大体動画ありますけど、実際レッスン受けるとね、やっぱり全然、え、こんなことに自分で気づいてなかったのかみたいなことに意外とこう目から鱗みたいな シーンに僕もよく出くわしているのでなんかすごいずーっと悩んでいたことがその一回見てもらうだけで急に解決したりとか、ね、生徒さんとかもいたりするんで、まあ、そこがねやっぱりこの情報過多な時代にあってもこう対面レッスンがある意義なのかなっていうね思ったりするんで、まあ、是非レッスンもし興味ある人いたらメールしてみてください。 という感じで今日の動画以上になります、えー、面白いと思った方はグッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします鈴木ひろのりでしたありがとうございました本日もご視聴ありがとうございました動画がいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いしますインスタグラム、ツイッターのアカウントのフォローもぜひよろしくお願いします鈴木ひろのりでしたありがとうございました